こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の冬のトップスはこの5パターンだけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。まだまだですね、なんだかんだで暖かい日が続いているわけなんですが、そろそろ皆さんもですね、冬のトップスですね、どんなもの買おうかなというところで悩んでるタイミングかなと思います。トップスであれば冬になる秋から使えて、冬も使えて、ものによってはそのまま春も使えるものもあったりするので、割と使える時期が長いのかなと思います。そんなトップスですね、全身の中でも割とですね、目立つ位置に来るものなので、いろいろとバリエーションを持っておくといいかなと思うんですが、様々なトップスがある中でも、ある程度絞り込むと、多分今回ご紹介する5つぐらいにですね、集約することができるんじゃないのかなと思っています。しかもですね、この5パターン全部持っておく必要は全くなくて、この中から、3パターンだとか、4パターンぐらいあれば、あとは十分かなと思うんですね。それなぜかというと、トップスだけで全身構成するわけではなくて、トップスかけるアウターですとか、あとはボトムスもあるわけですし、靴もあるわけなので、それぞれの組み合わせを変えれば、コーディネートのバリエーションで作れるわけなんですね。なのでトップスのバリエーションとしては、3から4ぐらいあれば結構ですね、自由度が高まるかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながら、皆さんの気に入ったものをですね、揃えていただいたりだとか、あとは手持ちにあるものをですね、これこうやって使えばいいんだっていうヒントにしていただけたら、個人的にもとても嬉しいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、まだの方はチャンネル登録や、すでにしていただいている方はグッドボタンの方よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に冬のトップス皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目にですね、取り上げたいのは、皆さんの予想通りあれですね、丸首のニットですね。これは秋冬には欠かせない大人にとっては大鉄板のトップスだなと思っているんですね。なので大切なことなので、何度も何度も動画の中に出していますが、この冬に買うのであれば、どのあたりがおすすめなのかも具体的にご紹介したいなと思っています。正直いろんなですね、ユニクロ、GU、グローバルワーク、無印良品、そしてセレクトショップのオリジナルであれば、どこに行っても丸首のニットが手に入るので、どれを選んでもそこまで失敗はないんですが、その中から今回選んでみたのはこちらですね、アーバンリサーチのミックスメランジクルーネックニットですね。これがなかなかいいんじゃないのかなと思いました。で、冬に選ぶ丸首ニットの特徴としましては、まずは厚みですね。これがですね、薄いものとそして厚いものがあるわけなんですが、個人的にはですね、使い勝手の良さと暖かさ、この2つを両立しているので言うと、中肉厚ぐらいがバランスがいいなと思ってまして、こちらのニットに関しても厚すぎず薄すぎずのちょうどいいですね、厚みになっているんですね。これぐらいであれば、これ1枚でもある程度様になりますし、この上にですね、秋冬のアウターといったらロング丈のステンカラーコートだとかチェスターコートですね、もしくは短い丈のダウン、どちらにでもこのようなニットは合わせることができるんですね。そしてサイズ感に関しては少し緩めの方がいいと思います。タイトなニットというのはちょっと今っぽいところが漂わない部分もあるので、少しだけゆとりがあった方がいいと思います。ただあまりにオーバーに振りすぎてしまうと、普通にサイズが合ってない服を着てるだとか、あとは着膨れしすぎてしまうので、これぐらいの程よいゆったりさがバランスがいいんじゃないのかなと思います。あと大切になってくるのが襟元なんですね。ここのフィット感って結構大事だなと思っていまして、ものによっては結構この部分が緩くてですね、首にあまりフィットしないものもあったりするんですが、特に冬においてはある程度首元のリブですね、このあたりがしっかりとしていてフィット感があって、ややですねモックネック状になってるぐらいの方が使い勝手もいいし、切れ目に見えるんですね。その点こちらのニットは結構リブの部分もしっかりと太さもありますし、あとは首元も締まりがいいので、これだと大人っぽく切れ目に見せることできるかなと思います。身幅はゆとりがあるんだけども首元が綺麗という、このバランスですね。ここの首元まで緩いとちょっと個人的にはカジュアルすぎちゃうかなと思うんですが、なかなかいいバランスになっています。でカラー展開4色なんですが、色がすごく良くて、一押しはですね、やっぱり使いやすいネイビーですね。ネイビーに関しても、こう、ブラックに近いような、本当に深めのネイビーもあれば、こちらはですね、結構明るめのブルーに寄ったようなネイビーなので、割とですね、着こなしの中で華やかさが出せるんですね。このネイビー、なかなかバランスがいいと思います。僕は動画の中でよくお伝えしている、ブラック系のパンツを履いたとしても、ちゃんとネイビーとブラックで色の差が出せるので、非常にいいですね。そしてもう一色、このですね、グリーンっていう色が
めちゃくちゃいいですね。個人的にはですね、ちょっとこう色で遊びたいなと思った時にネイビーの中でちょっと明るめっていうのが入りやすいかなと思うんですが、それ以外だと結構このグリーン系っていうのが使い勝手がいいんですね。グリーンの中でも深めなのでいろんなボトムスにも合いやすいです。ブラック系にも合うし、あとはちょっと明るいですね、ナチュラルとかライトグレーとかホワイト系のパンツなんかにも相性がいいので、このグリーンも秀逸かなと思いますね。このように結構ですね、色のバリエーションが豊富かつ綺麗なので、まあアーバンリサーチのこのニットすごくいいなと思うんですが、色もですね、こうペタッとした一色使いではなくて3色の異なる糸でですね構成されてるので、ちょっとメランジ調、混じりっ気があってですね、色に奥行きが感じられるんですね。このあたりも含めてちゃんと主役になってくれるようなニットなので、まあ色々と探した上でこれかなりレベルが高い仕上がりかなと思うので、まあぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。まあすでに皆さんニットお持ちだと思うので、まあそちらをベースにしながら上にロング丈のコートやダウンなんかを重ねていただきながら、綺麗めな大人スタイル、ぜひ楽しんでいただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のですね、冬のトップスなんですが、こちらですね、フリースです。ちょっと意外性があるかなと思います。まあ先ほどのニットが結構トップスの中でも綺麗めだったので、まあそれとちょっと相反するような方向性も皆さんにご紹介したいなと思ったんですが、まあ今季はフリース結構おすすめかなと思っていまして、まあ先日のユニクロとエンジニアドガーメンツのコラボレーションフリースもすごく良かったので、皆さんにおすすめしたいんですが、まあ今季はなんといってもこちらのですね、LLB のですね、フリースがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ遡ることですね、あれは夏ぐらいだったと思うんですね。僕の動画の中でユナイテッドアローズさんのですね、プレスルームですね、お邪魔したことがあったかなと思います。まあその中でも結構 LLB のですね、フリースというのは強めに打ち出しがありまして、僕自身もちょっとですね注目していたんですが、まあ、ようやくテントにも並ぶようになりました。まあ特にこちらのですね、フリースネイビーのカラーがめちゃくちゃ良かったんですよ。まあネイビーといっても先ほどのニットと同様にですね、ブラックに近いようなダークなネイビーではなくて、まあロイヤルブルーに近いようなすごく綺麗なネイビーになっていまして、でプルオーバータイプですね、こうジップで下まで下げられるものではなくて、半分ぐらいがスナップボタンで開けられるようになっているんですね。でこのネイビーのちょっとロイヤルブルー寄りの色合いと、あとはですね、この部分的にですね、エメラルドグリーンのですね発色のいいパーツが付けられていまして、これがまたですね、なかなかいい差し色になっていまして、すごくバランスが良かったんですね。レトロな雰囲気のあるフリースではあるんですが、その中にも配色がちょっと現代的と言いますか、今っぽい雰囲気に仕上がってるので、これはですね、ぜひ大人のワンマイルウェアから、まあアウトドアシーンでももちろん使えるかなと思うので、これはぜひ皆さんにお勧めしたいアイテムかなと思っています。まあカラー展開はですね、まあ3色あるんですが、個人的にはですね、ネイビー推しかな。そしてダークグレーもすごくバランスがいいなと思います。ダークグレーの場合はほとんどブラックに見えるような深めの色合いで、内側にちょっとイエローの配色が施されているので、このあたりも程よいアクセントになるんじゃないのかなと思います。大人のカジュアル着としてこういったフリースを使う場合ですね、まあボトムスをですね、ブラックとかのイージーパンツですね、僕は散々動画の中で語っているようなもので、ちょっと引き締めてあげれば結構バランスよくまとまると思います。あとフリースの下なんですけども、これ何着るかというと、白 T を着たりだとか、あとはですね、モックネックの T シャツだとか、このあたりを着てあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思うので、意外と難しくありません。僕もこれはですね、一着持っておきたいなと狙っているモデルなので、まあぜひ皆さんチェックしていただきたいですし、あとは LLB ですね、まあ昔ながらのですね、老舗のブランドなんですが、最近じわりじわりと人気が改めて高まってきていまして、まあこのあたりのちょっとレトロでクラシカルなモデルというのも、なかなかですね、かえって鮮度高く使えるようなタイミングかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のですね、冬のトップスなんですが、こちらですね、まあスウェットというアイテムですね。まあこれまたですね、カジュアルめのアイテムの一つかなと思います。最初にご紹介した丸首のニットと、形状的にですね、スウェットはほとんど近しいところがありまして、まあ被りのタイプで襟元は丸首になっているというところなんですが、まあニットの方が素材の質感的に上品に大人っぽく見えるのに対して、まあスウェットに関しては、やっぱりこうカジュアルで
ですし、部屋着っぽく見えるというところで、僕たち大人世代にはニットの方が優先度が高いかなと思うんですね。ただやっぱりですね、同じジャンルばっかり着てると飽きてくるわけなんですね。まあ、僕なんかも本当にニットはですね大好きで、これまでめちゃくちゃたくさん買ってきました。まあ、ニットだけでどれぐらい投資したんだろうというようなちょっと怖さもあったりするぐらいなんですが、まあ、そんなですねニットから最近はですねスウェットの方もちょっとカジュアルさを取り入れたいなとか、気分変えたいなということでトライすることが増えているんですね。なので、まあ、スウェットというジャンルもぜひ皆さんもですねニットに飽きてる方はたまには取り入れていただくのがいいんじゃないのかなと思います。まず気軽に取り入れやすいのがグローバルワークのライトクッション CR ですね。これに関してはかなり使い勝手がいいですし、まあ、僕のチャンネルでも何度かご紹介したことがあります。僕もですね通算3枚購入したことがありまして、非常に使い勝手がいいんですね。特にですね僕の場合は部屋着で事務所とそして自宅それぞれ1枚ずつ用意していまして、そのままですねワンマイルウェアとして着ることもできたりするので使い勝手がすごくいいんですね。まあ、スウェットというとすごくカジュアルなイメージが強いんですが、このライトクッションに関しては素材の質感ですね、結構ですね微光沢があって上品な仕上がりになってるんですね。着心地もソフトで着やすいですし、肌触りがめちゃくちゃ良くて、ちょっと違ったものを着ようものならなんかしっくりこないなっていうことでまたこれに戻っちゃうぐらいですね、とにかく着やすいんですね。なのでまあワンマイルウェアとかちょっとカジュアルなシーンであれば、僕はトップスとして結構スウェットは推したいなと思うんですね。で結構ですねイージーケアの部分にも力入れていて、シワにもなりづらいですし、クリーンな状態が長く続くのでなかなか使い勝手がいいんですね。でサイズ感としては肩のラインを見ていただければ分かる通りちょっと落ち気味になっていて、現代のトレンド感というところもうまく取り入れてるんですね。その点ユニクロのスウェットなんかもありますが、よりですね1枚で着た時のトレンド感というところでは使い勝手のいいシリーズになっていますね。でこのようなスウェットみたいなものってフードがついてるかついてないかというところで2パターンあると思うんですね。個人的には重ね着する時とか、あとは部屋着で1枚で着る時にはフードがついてない方が楽なんですよね。というのも例えば部屋着として着てる時にですね、朝頭を洗おうかなって時にもこう頭をですね下下げるとですねフードがガボッと落ちてきちゃったりすることがあるので、なかなかフードがついてると邪魔だったりするので、自宅で着たりするような時にはやっぱりクルーネックの方がいいんですが、一方でこれ1枚を主役として外で着るのであればフードついてた方が様になりやすいんですね。まあ、このあたりはそんな形で使い分けていただければなと思います。でライフトクッションに関しては色が結構良くて、個人的にまず推したいのがですね難しいな、まあ、グレージュですかね。少し柔らかみのあるカラーで、グレーとベージュの中間ぐらいのですね柔らかい色味ですね。これがですねなかなか上品な見え方になるので、この上にですねブラックだとかダークグレーのアウターを着ても様になるかなと思うので、まずは推したいアイテムかなと思います。で1枚で着て様になるなっていうのはですね、こちらチャコールの18番ですね。非常に深みのあるダークグレーでシャープに見えるんですね。スウェットが持つこうカジュアルさというところをギュッと引き締めてくれるので、これまたシャープでかっこいいと思います。これだったら外で1枚で着ていても結構バランスが良かったりするので、チャコールもおすすめですね。もうちょっと明るさを出したければオフもいいかなと思うんですが、一押しはグレージュとチャコールグレーになるかなと思うので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。またもうちょっと男っぽいですねパーカーが欲しいなという方はこちらですね、ジャーナルスタンダードレリウムのですねヘビーウェイトブラッシュクルネックスウェットですね。こちらがですねまさにアメリカライクなですね地圧のスウェットになっていまして、個人的には外で着るのであればこういったスウェットすごくいいんじゃないのかなと思います。やっぱり昔ながらのスウェットなんですが、ただサイズ感に関してはちょっと大きめに振ってあるので肩のラインも落ちていますし、緩めのサイズ感になっています。まあ、スウェットって結構ジャストサイズでタイトできるとめちゃくちゃ部屋着感が強くなってしまうので、少し緩さを出したぐらいの方が、まあ、トレンド感は出しやすいかなと思うんですね。まあ、その点このスウェットは本格的なアメリカのですね雰囲気も漂いながら現代的なサイズ感というところでバランスがいいかなと思います。まあ、カラー展開は豊富なんですが、僕はですねこのブラックが
非常にストイックでかっこいいなと思っています。まあ、ブラックといってもですね、正直真っ黒ではなくて、墨黒みたいな色合いです。まあ、ダークグレーから墨黒みたいな色合いなので、まあ、ブラック系のパンツなんかにも合わせられるかなと思うので、まあ、このブラックのスウェットは個人的にも欲しいなと思っていますね。まあ、綺麗めにするのであれば、グローバルワークがいいし、ちょっと男っぽくですね、アメカジっぽく着たいのであれば、こちらのレリウムがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。続いて4点目の冬用のトップスなんですが、こちらですね、シャツになります。417エディフィスのコットンフランネルシャツですね。まあ、このようなシャツというのは季節を問わず1年中マストアイテムかなと思ってるんですが、冬場のシャツということでちょっと素材感ですね。コットンフランネルということで表面に少し起毛感があるものを持っておくと冬場によりですね、フィットしやすいのかなと思っています。フランネルシャツ、通称ネルシャツなんて呼んだりしますが、まあ、こういったもののシャツのイメージだとチェック柄想像される方も多いかなと思うんですね。チェックのネルシャツというのは危険度がものすごく高くて、僕の動画の中でも結構ですね、失敗しがちなアイテムだよということで伝えることが多いんですね。温かみのあるフランネル素材に罪はないし、チェック柄にも罪はないんですが、この二つがですね、ミックスされることで、まあ、温かみがあるんだけども、ちょっとおじさんっぽく見えがちかなというところで、まあ、フランネルのシャツを選ぶのであれば、かえって無地に振った方がいいかなと思ってまして、その点こちらのですね、コットンフランネルシャツは無地で、色もですね、綺麗なので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、個人的に一押ししたいのはグレーですね。まあ、グレーと言いつつ、結構色合いとしては、ブルーとグレーを混ぜたような、非常にバランスのいい色合いになっています。本当にこう、T シャツの上に重ねるだけで様になるようなそんなシャツになっているので秋から使うことができるかなと思うんですね。で寒くなってきたら T シャツ着てそしてその上にこのシャツフランネルシャツを着ましてさらにその上にステンカラーコートだとか綺麗めなコートを着てもらうというスタイリングですね。そういった感じもすごくバランスがいいかなと思います。そうするとコートを脱いでもシャツのスタイルとしてしっかりとスタイルが構成できるのでこれなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。襟元はですねレギュラーカラーですね。最も定番的な襟型で、まあ、これまたですね流行問わずに使えるところではあるので非常にバランスがいいなと思いますね。襟自体も大きさがですねちょっとコンパクトめなのでこの辺りもスッキリとしていてバランスがいいんじゃないのかなと思います。身幅に関しては適度にゆとりを出しているので1枚で着た時にもバランスがいいですね。これがジャストサイズのフランネルシャツだとちょっと古臭い感じが出てしまうので今っぽい少しゆとりがあるようなフランネルシャツで無地だというところが非常にポイントになってくるかなと思います。まあ、コーディネートはこちらの写真のように白 T の上に着てブラック系のパンツで引き締めてもらえば、まあ、これだけで着こなしが成立してしまいます。まあ、この上にですねステンカラーコートだとかチェスターコート着ていただければもう冬場は間違いないかなと思うので、まあ、非常に簡単にコーディネートもできると思います。あとはベージュもなかなかいいですね。この色合いも柔らかみがあって秋冬らしい雰囲気が出せるので、まあ、グレーかもしくはベージュかというところでお勧めしたいなと思います。まあ、白もいいんですが結構白シャツって個人的には難しいと思ってるんですね。まあ、白シャツというとやっぱりビジネスのシャツの連想になってしまってちょっと硬い雰囲気ですし意外とシンプルすぎてしまってイケメンで高身長とかある程度素材が良くないと白シャツって似合わせるのが意外と難しいんですね。それだったらカラーにちょっと遊びがあった方が意外と似合いやすいので個人的にはグレーとかベージュをおすすめしたいなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目の冬用のトップスなんですが、こちらのようなモックネックの白のロンティーですね。これもですね、冬場の非常に地味なアイテムではあるんですが、1枚やると便利なアイテムの一つかなと思っています。これはですね、どういった時に使うのかというと、モックネックのロンティー1枚で着ることはそんなにないかなと思います。あくまで着こなしのベースとして使っていただきたいんですが、まあこれから冬場になるとですね、首元が寒くなってくるんですね。まあそんな時にですね、丸首のニットを着ていただいて、その下にですね、例えばこのようなモックネックの白 T を着ていただくと襟元から少しですねこのモックネックの部分が出るんですね。そうすることで首元がちょっと暖かいのとレイヤードを組むことができてちょっと気の利いた見え方になってくるので1枚あるとめちゃくちゃ便利です。着こなしのベースとして白のモックネック T シャツを着てその上に丸首のニットを着るもしくはスウェットだとかパーカーにもすごく相性がいいです。あとは先ほどご紹介したプルオーバータイプのフリースにも相性
性がいいですし、すべてのですね、トップスの内側に配置すると、これめちゃくちゃバランスがいいんですね。で、今回ご紹介したいのは、シップスエニーのモイスチャーコットンモックネックロングスリーブ T シャツですね。まあ、これがすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いました。まあ、サイズ感はですね、これジャストサイズなんですね。あえて大きめに振ってるわけではないんですね。というのも、これ1枚で着ることはあんまり想定してないと思っていまして、あくまで重ね着のベースとして一番下に着るので、それがですね、あんまりにもビッグサイズだと、ちょっと上に着るのがもたついちゃうので、まあ、これぐらいのジャストサイズで僕はバランスがいいのかなと思います。で、モック部分も決してこう高すぎずにですね、ちょうどいいバランスに収まっているので、まあ、重ね着もしやすいんじゃないのかなと思いますね。で、表面にはちょっと起毛感があって、このあたりも春だとか秋に使うようなトップスよりは少し季節感も漂いますし、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、この上にですね、ジャケットを羽織ったりしながら、セットアップのスタイルにも使うことができたりするので、結構汎用性が高い一枚に収まってるかなと思います。まあ、色に関しては、これもう何色かありますが、もう断然ホワイトですね。もう一番ベーシックなホワイトで、着こなしをベースに使ってもらうのがいいかなと思います。で、こちらのシップスエニーのものもいいんですが、まあ、ユニクロ U の方でもこのようなモックネックの T シャツやってますよね。ただ真っ白っていうのがないんですよね。一番近しいもので、このナチュラルというカラーになってくるかなと思うんですが、まあ、これはこれで柔らかみがあっていいんですが、個人的には結構一番使いやすいのは真っ白だと思ってるので、まあ、ブラッシュとジャージーモックネック T シャツのホワイトがあったら嬉しかったかなと思うんですが、まあ、このあたりはですね、予算に応じて使い分けていただければなと思います。まあ、ユニクロ U だとだいたい3000円前後で、シップスエニーだと5500円ぐらいで、まあ、ちょっと値段は上がるんですが、1枚あれば結構いろんな場面で使えるかなと思うので用意しておくのもいいかなと思います。ぜひ皆さん冬場のですね、一番下に置いてあげるとすごい重ね着のバリエーション広がるので、チェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では冬のトップス5000ということで皆さんにですね、ご紹介させていただきました。いろんなバリエーションがあったかなと思います。まあ、綺麗めなものからちょっとカジュアルめのものまで、トップス、この5種類の中から皆さんの気に入ったものを2、3パターンぐらい用意をしていただければ結構いいかなと思います。まあ、いずれにしろモックネックの T シャツはもうカウントしなくてもいいぐらいですね。もう皆さん持っておいていいぐらいだと思います。それプラスアルファでベーシックなニット持っておいて、あとは今季はちょっと冒険をして、フリースを取り入れてみるのもいいかなと思いますし、あとはスウェットみたいなものでカジュアル感出すのもいいかなと思うので、まあ、このあたりは皆さんのお好みでカスタマイズをしながらですね、冬のトップス選び楽しんでいただきたいなというふうに思っています。まあ、僕自身もトップスは大好きでいろんなものを持っていまして、正直今回ご紹介する5つのジャンル全て所有をしています。トップスが変わるだけで結構着こなしの印象だいぶ変わるかなと思います。まあ、今僕が狙ってるのはですね、フリースですね。 LLB のフリース、なかなか色合いも綺麗なので、ちょっと僕自身もゲットしながら冬の着こなしを楽しみたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなか触れることがないですね、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、ニット専門だとかボトムス専門だとか、まあ、そういったちょっとですね、通向けの内容に関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えてですね、週に1本ですね、ライブ配信やって今日もこれからライブなんですけども、皆さんからいただいたご質問にその場でですね、バシバシ回答しながらやっていまして、結構ワイワイと楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がないんだよなという方のために、オンラインサロンっていうものもやっています。まあ、こちらの方では動画ではなくてですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。まあ、僕も記事書いています僕以外のスタイリスト専門家の人もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽にですね、記事アップすることができまして、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方は動画下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。